大相撲夏場所で史上最速優勝を果たした新井関脇、大の里24イコール二所ノ関部屋、が東ー名古屋市西区の佐渡家竹部屋へで稽古し、大関、古藤26、ラトケイ21番取った。ここまで部屋での稽古に専念していたため、他の部屋の関取衆と肌を合わせるのは夏場所後初めてだった。この日は関脇、霧島28イコール音羽三部屋、 小結・大栄翔30イコールいて風部屋幕内・オーストラリアの山26イコール竹熊部屋王鵬24イコール大竹部屋錦木,木33イコール伊勢の海部屋モデ稽古に訪れており三役以上が4人という豪華メンバーでレベルの高い稽古が繰り広げられたまずは申し合いに参加し霧島・大栄翔・オーストラリアの山 王鵬西木木の5人と計15人計番その後、孤島に指名されて連続で6番取った。体当たりの立ち合いから圧力で優る場面が目立ち、強烈な押っつけで押し出す内容も。緊張感あふれる張り詰めた空気の中で白熱の3番傾向を展開した。稽古場の勝敗はあくまで参考程度だが3勝3敗。 先場所先週、楽まで優勝を争った大関と互角に渡り合った。名古屋場所、14日初日、愛知、ドルフィンズアリーナ、は親戚分けとして臨むため、大関戦は疲れが溜まってくる終盤戦で組まれることが予想される。本場所を想定して、体がバテた状態で大関と稽古して、後半戦のきつい中でやる手応えを感じたのは大きいかなと思います。 体力的に疲れた状態でやったので、自信にもなったし、課題も見つかりました。申し合いで15番取って息が上がった状態から大関と6番取り、合計の番数はこの日の関取衆で最多の21番。結構取りましたね、暑くて疲れました、と充実の汗を流した。後藤戦は初場所、春場所と連敗していたが、夏場所で初勝利。 成績次第では大関取りの可能性もある名古屋場所において、上位の壁として立ちはだかる存在でもある。先場所前に続いて佐渡ヶ嶽部屋へ出向いて琴桜の胸を借り、感覚的に良いものもつかめた、と実りのある予行演習となった。